皆さん、金曜、今日は19日金曜日で、自民党が経済対策の発表をした後に、牧原秀樹衆議院議員、自民党の方がこのようなツイートをしています。今日会議を含め繰り返し生活困窮の救済や対応をお願いしています。一括返済請求について全省庁で確認し、必要な対応をとっています。緊急な資金ニーズのあり方も今一度見直しをお願いしています。なお、お気持ちは分かりますが、現場での乱暴な言葉や態度は何卒お控えいただくようお願いします。で、要はさ、自民党が総合支援資金の12ヶ月の延長を実現すると言っときながらしなかったから、ふざけんじゃねえみたいなリプとかをツイッターでもらってるってことなんですよね。で、それに対してこういう一般の方がリプしています。すいません、ニュースを見ても出てないのでお聞きしたいです。今回の経済対策で困窮者自立支援金の延長の話が出たのですが、今日のニュースに載ってなかったんですが、どうなったんでしょうか。19日の発表、指折り数え待ち望んでいたので、結果を早く知りたくなり、リプしました。どうかお答えくださいって。それに対して牧原さん、こう答えています。もう一度10万円かける3ヶ月、要件をさまざま緩和した上で支給します。補正予算の成立は早くても12月中旬だと思いますので、その後の支給になります。で、断言してるんだよ。すごいよね。10万かける3ヶ月を、要件をさまざま緩和した上で支給します。でも、このね、要件をどこまでね、そのめちゃくちゃハードルが高かったから、ほぼほぼ生活保護と同じハードルだったから、ちょっと低くしただけでもダメなんだよね。グンと低くしなきゃって思って、それに対してリプで、木原副大臣、本当にありがとうございますとか、それに対して、スピード感全くないし、国民の生活を全く見てない政治家が露呈してますよ。なぜ、総合支援資金貸付延長の要望が多いのか考えたことありますか。今月の生活が苦しいからです。支払いは止まりません。支払いができなければすべて止まります。この実態に対応できない政治家は、国民を愚弄してますとか、いろんな声があるんですけど、あと、条件を緩和してないように思いますが、って自分もあるんだけど、でも今してる最中でそれを発表するよってことを言ってるんだよね。これはね、なんかちょっと曖昧なんだけど、でもこの人は断言してるから、なんかってことでちょっと気になったんで、これは拾ってみました。で、佐藤啓衆議院議員の方が、この人は総合支援資金の延長をその訴えた人なんですけど、こうツイートしてます。残念ながら総合支援資金の延長12ヶ月の実現はできませんでした。自立支援金や住民税非課税世帯への給付などの対象となると良いのですが、なんかちょっと弱いよね、言ってることがね。住民税非課税世帯の給付って、だから住民税非課税世帯なんてなかなかねえからって話で、そこはなんかもっと分かってほしいなって僕は思うんですよね。結局だから問題なのは、働く人の貧困の人っていうかね、失業とか減給された人に対しての、何の支援がないってところが問題で、こればっかりは僕がちょっと前に挙げた国民民主党の玉木さんの総合支援金、まだ諦めてないのと、この自立支援金の緩和を待つしかないよねって話ですよね。こんぐらいしかちょっと今回言えないんですが、これで終わりします。どうもありがとうございました。